でも今回ですね、久々にね、ダブゼのね、アースウォーカー作っていこうかなと思います。はい。いやー、結構久々に使うんじゃないかな、スコアス動画では。うん。まあ、1、2ヶ月ぐらいは使って、もっと使ってねえか。なんかゲーセン出てから、なんかあんま使ってないイメージだわ。ってことでやっていこう。まあ、こいつはね、未だにね、トリゼぐらいのね、ダメージは出せるんで、強いには強いんですけども、まあ、デュータとかね、ゲーセンとかがね、7突とか G 技とか、G 技でね、ステータス高いと思うんで、ちょっとね、火力が、確か、そっちの取り手の方が上なんだっけな、なんだけども、まあまあ強いっしょ、普通に。まあ今でもね、強敵戦はバリバリ強いからね。まあ、勇ましが今強敵戦で強いかと言われると、ちょっとノーコメントなんですが。まあ悪くなくてもし。頼むよ。ああ、いいね。次元の違い。まあいいね。猫スカドライブ見えねえ。猫スカドライブ見せたな。こっちじゃね。はい、正解。マジ、ま、間違い探しかってぐらい見ずね、見にくかったわ。いいね。救済です。ああいいね。3サイズまだたまんねえな、これじゃ。強えな、火力やっぱ。消えない。ミスったな、ちょっと。オッケー。振ってこない。段取り多いからこの真ん中行っちゃっていいかな。さあ、ペコーラペコは下にいるし、よし。よし、まあ悪くない。いや、ハゲの膨らます位置よ。今モナリザもこんなでかくしなくていいんだよな。よし、どうだろうな。降ってきた。どっち行くか。5サイズか。5サイズね。まあ、これでいいか。段取りどうしようか。あんま溜まってないね、段取りが。ああ、これこっちかな。段取りが、こっちかな。まあいいね。18サイズか。ああ、G で打てるね、確定で。どうすっか。次降ってきたら、段取り膨らましちゃいたいけど。あ、降ってきた。じゃあいいや。膨らましよう。ミスター。サイズ9。あ、ミスター、待って、ミスター、ミスター、やべえ。プレミひどいな。やばいよ。まずいよ。出てこい。よし。
いやでも強えな、やっぱ。なんでお前、なんでお前こんな強えの、マジで。ちょ待って、ミスった。いろいろ繋ぐのをミスった。ペコラ陣地溜まった。オッケー。ちょっと膨らませ位置微妙だったな。あーいいね、次元の違い。よしよしよし。イエス。何サイズか分かってねえんだよな。これどうだ。やべ。どうだろうな。あ、いい振り。ここら辺でアンドル言っとくか。まあこれでいいか。なんか、あ、そうか、ずっと使ってるとさ、アーマードも欲しいなってなるよね。俺だけじゃね、スコアタック。まあまあ動画出してる割には、アーマード持ってないのって。俺だけじゃね。今思ったけど。まあ、ないもんないし、しょうがないんだけどさ。OK。 あー、やっぱダメージすごいな。はい、フィーバーガイ。あー、これ貯金貯めるのありだな。貯金貯めますか。本当はさ、アーマードいればね、このダンドリーの位置がさ、拍手とかに変えられるから強いには強いんだけど、まあダンドリーもね、ボナダも降ってくるが、良くも悪くも強いから、いいんだけどさ、まあ一応 G4 やし、結構スコアも上がってくれるから、ね。あー、そろそろ小銭稼ぎ終了かな。次のフィーバー入らなかったのかな。あー、まだ降ってくるの？もういいよ。もういらんよ。いや、まあ、ハゲタコまだ続いてたわ。もうええって、だから降ってこなくて大丈夫だよ。あー、これしばらく終わんね。長くなる。あー、あるんだな。よし。いや、無駄に長くなるとさ、あのさ、このあのイカのさ、あの攻撃力高くなってくからさ、あの途中でコンテストすることになるから嫌なんだよね。あのゲーセンじゃないからさ、絶対コンテしちゃうわけだしさ、あの死んだら。それは当たり前なんだけど、ゲーセンは絶対死なないんだけど。ああ、ほらほらね、これが嫌なんだよ俺は。これがね、嫌なんだよ。よし、よし。よし。ああ、ダンドリー、これでかいの。
5-2 だったから。つなげて。打ってこないんかい。よし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 。いいね。ただこの動画の時間長くすごいことになってきそう。わ、ノア強えな。もう実装されて3、え、だって12月で3年目になるもんな。やべえな。スコアタックはまだ勇ましい、全然強いからな。強敵戦は若干環境パワーが減ってきた気がしなくもないけど。これ持ち込んだあるよね、確か。あったね。OK! まあ限界まで打ってたんじゃね。よし。はい。やっぱめちゃくちゃ強いな。やっぱ相変わらず強いわ。382億ということでね。はい。まあ人気の高いしね。まあめちゃめちゃ強いね。アースウォーカーの方は久々に使ったんですけど。いやー、こいつまだまだ環境だね。まだまだやっていけるね。まだいけるね。それでこそ、ほんと、トリーズのね、種族アップが、勇ましいで来ない限り、タップ技で来ない限りは、まだいけるだろうね、ということでね。本日以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは。